ストガス言ってるよ。移行馬車で移動されました。今日で去年から続いた代替わりの一連の国の儀式は全て終えたことになります。チョノギーサとかはいけさ、うん、ハサミでyou
1ヶ月半。いや、びっくりしましたね。これハワイなのかと思って。店がとりあえず全然開いてないなーって感じで。今回ハワイは隔離の免除に入ったのに、激減した観光客を呼び戻す。自分のプレーを大学のスカウトにアピールする場がなくなったのだ。両親と話したのは、まあ、専門学科か就職か。夢を諦めかけていた時出会ったのがバレーを止めるな、止めるなというプロジェクトだ。発案者は野澤武さんだ。元日本代表で現在はラグビー協会で選手のスカウトに携わっている。コロナ禍で、まあ、ご存知と思うんですけど、高校ラグビーの選抜大会がなくなってしまいまして、リクルーターの方がすごく電話をもらうようになって、どっかにいい選手いないかっていうこと。広瀬さんもコロナ禍の現状に危機感を抱き、このプロジェクトに加わった。まあ、そんな高校生を何か忘れるようなことを絶対にしないといけないなって。選手たちが撮った SNS に投稿、それを大学やトップリーグのスカウトたちに見せる仕組みだ。いや、選手とスカウトとの橋渡し。そのプロジェクトの時期、足切り、東京感染者数出たんだっけ？出てないみたいな。まだ出てないんだ。1時間経たずに。出てるとは思うけど。まあね、さすがに。わかんねえ、数が。見てみよう。ああ、腹減った。今年は全国大会に出場し、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 今年は全国大会
再生回数16,000回。本当今まで私たちしか知らなかった確率がちょっと広まってきたから。そして、いいね。引用つづさ。もう実験してる。ビッグタックルとナイスジャッカルやね。首相としても大変な状況の中で。どうチームをまとめていくのか楽しみ。矢崎さんと同じ3年生で副主将の権藤さん。
たでしょ。ルフィとかつけんの。いたでしょ。知らねえ。エースとか聞いてる。エースってどんな名前にすんの。漢字で1番とか。